潮が上がってくるから。もうちょっとこっち来るか。いや、まだ届かない。誰かちょっと潮待ちみたいなとこ。1個下のあっちに椅子持ってってみたら。いや、あのね、ダメなんだよ。いや、まあ、わかるよ。はい。わかる。言いたいことはわかる。あの、多分そうだ。モチベーションの問題。多分そうだ。そこでやることじゃない。ここでどうにかしたい。わかる、それ。シルベスタースタローンとか。ああ、今月はシルベスタースタローンが。そうだな。でぶら下げたけそのうち取れると。いや、かかっちゃってんじゃないか、これ。刺さっちゃってる。口にヒットしてる。あらららら、ごめんよ。おっ、あー最悪の寝掛かりですよ。頼むぜ、お前、またかよ。カニさんかなぁ。ああ。マジで2個目、2個目ですよ。マジで言ってんの。お、お、ちょっといいサイズ、ちょっといいサイズ。おお、ビッグテラがやった。おっしゃ。うわっ、うわっ。棚？ん？くる？きびれ？あー、これきびれ、あらきびれ、レア種ゲットだぜ。これ写真撮っとこう。バラエティフィッシング、きびれとウロハゼ、イエーイ、ヒヒー。この岩の下に、この岩の下に、どうやってあんなの、絶対取れないよあれ。この岩の下に、ほらここ砂煙上がってる。はいはいはい。また食いに来るかな。ん？ん？ん？みたいな。この小魚ね、ここ今指だ。はいはい。これ多分狙ったんだよ、指狙ったんだ。あ、本当だ、出てきた出てきた。すごくない？でかいでかい。でかいよねこれね。うん。でかくないこれ？あれを釣るタックルはないよ。今日は持ってないっす。いやでもやってみようかな。なんかあんの？クロダイの装備はあるんで。リール持ってきた。いやいや、これで。クロダイの装備あんの？はい。針もある。はい。糸は？網地と。あー、糸がないですね。あとはカニつけてこう落とし込みで、それをさっきからやりたいんで。こいつずっとここいますよね、多分。多分こしつこいでしょ。もう一番強いハリスはタナゴのハリスしかないし、一応1号があるんだけど、1号とかってないでしょ。1号だと2号欲しいっすよね。2号じゃないと無理だよ。ん？これ落ちてるハリス、何とか何とで生きてるウナギをこうやって見るなんてかなりレアだから、これすげえいると思うんだよね。俺も2回ぐらいここへ見たことありますよ。マジで？ああいうか超巨大ウナギ。巨大いたよね一回ね。うん。なんかもう弱り切ったやつ。もうあれ絶対テナガ食ってるから餌なんかテナガでいいんだよ。あれタモあったら救えだもんね。そんななんだ。そう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 。何もテナガだからタモなんか持ってこないよ。そこで拾ったハリスでも行きますんで。拾った。いいのあった。赤いやつ。いける。食えば行けます。さ、竿を折られるかもしれない。はい。竿がやられると思うんですけど。竿やられたらいいじゃない。モンスタックス。そうですね。使ってね。あ、はい。いただきます。オートスーサーチームが釣ったエビ使っていい。ありがとうございます。バカにしてんの。これ重りつけた方がいいんですかね。いや操作性じゃない。どうなんですかね。いやエビ泳いじゃうから。はい。
重りあるの？重り俺も一応あるよ、重いのあるよ。重いのなの、うん、どうなんだろう。ポンとつけとくかどうかで。うん。仕掛けはある。一応、うん、ガンダマ何号がいいですかね。どこかね。わかんねえよ。どこに背負わせりゃいいのか。ノベさんウナギってジャンルねえじゃん。ノベウナ。大丈夫、お前ならいけるよ。頑張れよ。おられんなこれ。最悪話しちゃえばいい。はい。ちょっと面白いじゃない。泳いで取りに行ったし。全体的に。嫌な感じですね。それはどうつけるのがいいですか、山田さん。これこんな、ちょっと待って、ね、やるとしたらどういった、ちょっと、これで、はい、こいつ泳ぎすぎないようにつける、はいはい、で、こう切っちゃうの、尾羽を切っちゃう、尾羽切っちゃう、はい、そこにこういうのができる、はい、したらこれをこう入れてこれ、はい、これでさっきの山田前半身、上半身動いて下半身動かなくなった、はい、天野ですね。あーやっちゃくそー、天野だ。それ面白いね。これかかったら勝負の田中、ちなみにお前それ缶付きなんだね。缶付きです。あの時も缶付きだった。いや違います、会社のやってみたいってダチがどうにも結べないって言ってたから、缶付き買ってやったのか。うん、何かの時用にこれ使えって。おマジ早くも、いやエビが泳いでる。まずエビが逃げました。もうまっすぐ後ろに下がるしかない。おお、あ、ハゼ、ゼハースね。早くも襲われた。熱いね。熱い。まあまあサイズじゃないの、ね。熱い。ゼハに。熱い。だから缶付きしかないの。とりあえずまあうなぎだったら缶付きでも何でもいいと思う。俺が今やりたい。あ、ありますよ。俺が今やりたい。缶付きの55。缶付きの黒鯛と、これ巨大ウロ食いそうっすね、うなぎの前に。そうだね、それがある。あー、頭食われた。マジで超高活性じゃねえか。多分ウロだと思うんすけどね。そんな暴君みたいなのがいるところで手長が釣れるようなイメージが浮かばないよね。おっしゃー、デカウロ抜いた。デカウロ来ました。極太来たっすよ。ナイス極太だよ。極太いただきました。それね、田中ね、はい、釣り始めちゃったら、ね、はい、裏表逆につける、はい、
よし。まさにモンスターキス。うなぎですかみたいな。でかうろ。ああいいっすねいいっすねいいっすね。いやーすげえ。携帯と並べて写真撮ってあげました。携帯よりでかいですか。手に乗せるのが一番いい。でっか。でっか。でかい。モンスターですね、モンスター。尾びれまで行ったらもう。東京でお手軽に。出ちゃってるから。モンスターなんですね。